世代を超えて多くの人が訪れていました。テレビ放送開始から50周年を迎えた仮面ライダーの展示会が今日から仙台駅前の商業施設で始まりました。超変身！青葉区の仙台駅前 e ビーンズで始まったのはザ・仮面ライダー展です。初日の今日、会場は待ちわびたファンでにぎわいました。この展示会は仮面ライダーのテレビ放送開始50年を記念し全国を巡回して開かれているものです。昭和、平成、令和と続く歴代およそ40シリーズの仮面ライダーを余すことなく紹介しています。また仙台会場限定のコーナーも設けられていて幅広い年代のファンが記念撮影をしていました。好きな仮面ライダーがいるんですけどそのスーツとかをちょっと見にかっこよかったです。本とかで見てる仮面ライダー本物を見てすごい嬉しそうにしてました。楽しかった。楽しかった。弱き者を守る、そういった現代にはやっぱり必要な、なんですかね、こう勇気や、なんかこう希望をもらえるというか存在というか。ザ・仮面ライダー展は来年1月8日まで青葉区の仙台駅前 e ビーンズで開催されます。当日券の入場料は中学生以上は1800円、子どもは1200円です。